頑張るぞ頑張るぞ、かわいいチーテル。今日はもう寝ようかなと思います。おはようございます、一ノ瀬美久です。今日は皆さんに私のライブの日の一日をご紹介したいなと思います。ということで今の時刻はですね、じゃん、5時44分です。バンテリンドーム名古屋の初日の日でございます。ということでね、今から早速準備をしていこうと思います。今会場に着きました。今日のおにぎりのラインナップはね、鮭、魚、イカリです。おかゆもあります。今日の朝ごはんはおかゆ、佃煮と梅干しを入れました。一人勝負に慣れてなさすぎて、どうしよう。お味噌汁いただきます。ちなみにあと5分後ぐらいにフィッティングがあるので急いで食べます。終わりました。ありがとうございます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 。何してんのよ。今からリハーサルがあります。頑張ります。ミクの密着動画。そうなんです。ミクチャンネル。ミクチャンネル。あ、じゃあ皆さんにおだっちん。ポケットに入ってた。バヨガラなんですか。今からリハが始まります。いいね、フルサービスだね。イヤモニ、イヤモニめっちゃ憧れてた。あ、みなれちゃんもいる。みんな名前が書いてあるんです。そうなの。嘘、知らんかった。知らんかった。え、嘘、知らんかった。知らなかった。お水コーナーです。今日は3期と5期が一緒の。ちなみに一ノ瀬はいつもお茶です。頑張ろうね。すごいさ、前髪がめっちゃ長くてさ、切らないといけない。汗かいてんな、だって何言ってんの。言ってない。誰だ。もう分かった。あ、あさちゃん、あさちゃん、なんか食べた？朝食べた。朝か。お風呂入りながら考えてたんだけど。まだあやって、リクがもう水に入ってない活動してる。まだ加入なんて全然してない年齢でこんな頑張ってるさ。高校の時発表とかしたくないから手挙げたことなかったのに、あゆなんてこんな大勢の前で発表みたいなしててさ、感動して涙が出そうになったんだよね。やばい。本当にさ、ライブの日前食べ過ぎてさ、衣装がきついんだよ。しかも今の衣装さ、お腹出るじゃん。ウニってしちゃうよね。
しい、さっぱりだよね。グッチョブ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 、うん、うまいね。もう一軒食べるよ。バイバイバイ。今リハーサルが終わったので、今から心置きなくご飯を食べてメイク時間を待とうって感じです。すごい、メイクにすぐ行くチーム、ご飯食べるチームにいつも分かれて、はいはいはい、戻ってますね。あ、ごめんなさい。なんと今回外にフォトスポットがあります。あー、いいね、ちょっとあやみたい。いいね、あやみたい。ゆくちゃん、ゆくちゃん、あ、ほんとだ、ゆくちゃん。おでこの広さがマジでめっちゃ私うわー、嬉しいね、写真撮りこよ。あ、マオ、え、マオ、帰ろう、もうその、あ、ちょっと待って、違った、こっちだった。あれ、ちょっと待って。かわいい、この、マオちゃんがたまに気が抜けた時の顔に似てる。キーボーです。キーボーゲットー。手羽先。目楽しい、もう光ってる、うなぎの宝石箱や、じゃあ楽しい、見えるかな、とてもおいしい、いいんだ、オクタはいつも見ながら練習をしています。お利口さんですね。今日はパーティーにしたんですけど、じゃじゃん、似ちゃいました。ちょっと似ちゃったね。嬉しい。今日は何の髪にしたんですか？でーん、ポニーテール。ポニーテール。ひなの頭の形、かわいすぎ。何食べてるんですか？見たらわかるんだろ。うわー、コロッケ。コロッケ、え、な、うん、何コロッケですか？お肉？なんかお肉とじゃがいもが入ってる、コロッケ。見て、髪型、あのね、あの前とお揃いにさ、かわいい、ついてる。今しかできないから、うん、アイドル、アイドルだからこそこの髪型だよ。25違って、チーム25だから。今日は絶対分けなんですね。今日分けていた。今日だからね、チャレンジしてみようと。配信がないので。そっか、確かに遊べばよかった。もっと地方だからというか、配信がないので、ちょっとここにね、来てくれてる人だけしか見られないと思って。だって1日目来てくださった皆さん、ここだけだって。ありがとう、ありがとう。ラフィの髪ってさ、セット前でもそうそうそう、なの。今日モニター見てびっくりしたの。ツヤツヤなの、この髪。いいだろう。めっちゃびっくりした。でもね、あの毛が細いからふわふわしてるのよ。だから多分ね、触り心地はいいんだけど、うん、サラサラしてるってイメージがないと。なんかね、サラサラ、ツヤツヤ。それだ。肩の時のモニター見てて思った。わかる。あー、しゃべりのモニター見てて。髪が。なんか、異次元にツヤツヤだね。やっぱ、自メイクなの。え、そうなの？かわいい。いつもやってくれてるメイクさんがいなくて。あ、そうだ。ツヤツヤ。もう今日何度目かわからないご飯です。めっちゃ本場、本場のカレー。
じゃあどっちから見ればポイント？私もう一度私のスイートにすればで、それの下かな。ここはまあまあ書いてたんですか。ちなみに今日の感想だ。今日の感想まだ始まってないけど今日は緊張したという感想だ。なんか知らないキャラが憑依してるな。待って、みんな持ってるから。ミニサイズ、ミニサイズめっちゃ便利だよ。タウダも持ってきた。私さ、10プッシュしてさ、保留用にコーダー叩いてる。いや、わかる。やばい。なんでそんなの？そうみたいな。崩れますね。みんな持ってっちゃう。いただきますよ。はい、はい、呼ばれました。じゃあみんな、今取り始めた。一緒に着替えに行きましょう。着替えに行きましょう。じゃあちょっとこっから先は、立ち入り禁止ですので、また後ほど、返信ちょっと時差あったね。じゃじゃーん、今回の衣装に変身しました。かわいいフリフリプリンセスです。イヤリング大好きなんだよね。そうなんだ。ゆっくりイヤリングもらったことある。忘れてる。うわ、うわ、ちょっと待って。全然自分じゃない。本当にミクはナギにサボテンもらったの覚えてる。え、サボテンどうなった？割れた？割れた。しかも大体ピアノの上に置いてあって、ママがずっと面倒見てた。可愛いでしょ？可愛い。お尻だーって思って買っちゃった。ちょっと待って、イヤリングやばい。本当？まもなく日本版15分前です。え、そんなに待ってる。まさかだ。どうですか、今日の意気込みは。めっちゃ緊張してる。やばいよね。やばい、久しぶりだからさ、うん、またちゃんとなんていうの顔になっちゃった。やってみて。めっちゃ笑っちゃった。お肉です。ニコニコです。頑張るの、頑張るの。何撮ってんだよ。一番乗りの先輩です。そうだぞ、一番乗りだぞ。まだかな。見てください、先輩が一番早いっていう素敵な状況です。なんて素敵な後輩だ。それに気づいてくれる後輩が素敵だよ。いつも早い。いつも行動が早くて、私はそれについていってます。ついていってるの？はい。それに気づいてくれてるの？なんて素敵な後輩なの。真面目に話したつもりだったんです。かわいい、キラキラ。何ですか？地元愛知県、どうですか？もうあと5分後ぐらいに本番ですが。そうだね、緊張してます。もちろん。わー、綺麗な前髪。今日はちょっとね、手こずった。手こずった？うん。え？
耳かけてたのに、なんでなんでちょっと自信なくなったやめましたまたいつか気が向いたらやります。明日とかどうですか。考えておくね。緊張してますか。まだ大丈夫。あ、まだお母さんとか見てきて、うん、いっぱい来る親戚も。え、探します。わかるかな。私もどこにいるかわかんないから、私も探そう。どっちにですか、お父さんとか。お父さんに。じゃあ、あやめさんの顔に似た男の人に手振ってみます。お願いします。聞いてみよう。今日振られた。頑張りましょう。3分ぐらいで本番が始まります。はい。1ヶ月ぶりぐらいの全国ツアーなので、間違えないように楽しみます。それでは、行ってきます。テレサが繋いでくれてるのでアンコール行ってきます。たった今、本当に1分前くらいにライブが終わりました。お疲れ様。今日めっちゃ暑くなかった。暑かったね。会場まず暑く、名古屋、乃木歌の歌うまくない？聞いた？確かに最後のわーって伸ばし棒がめっちゃ綺麗で、ね、いつね、本日はいつ行ったらいいのすごい、みんなめっちゃ歌ってくれて。はい、ということでもう寝る準備も終わったので、明日も2日目があるし、今日はもう寝ようかなと思います。おやすみなさい。ライブはいつもこんな感じで頑張ってます。2日間無事走り切れました。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。またねー。